こんにちは、バランです。今日はパンジーの揺れるピアスを作ってみたいと思います。できるだけ本物の花びらの形や色味を意識して作ったので、ぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤のバイオレット、ブルー、ブラック、ホワイト、マスタード、この5色を使っていきます。それからワイヤーはゴールドのもので、太さが24ゲージ、0.51 ミリのものを使っていきたいと思います。それから中心の飾り付けとしてパールとこのクリスタルのパーツを使っていきたいと思います。まずワイヤーを8センチくらいに切りました。この長さのワイヤーを5本用意します。今日作るパンジーは花びら5枚なので、この一番下のハート型っぽいところから作っていきたいと思います。まずこのワイヤー綺麗な曲線すぎるので、少しこう自然な曲線ができるようにちょっとこう鳴らします。今回は綺麗な曲線でこうお花を作るっていうよりは、こう自然なちょっとこうなみなみした感じのワイヤーでお花を表現したいので、ちょっとこういびつな形を少し作りたいので、こんな感じで動かしてます。こんな感じで少しワイヤーに動きがついたら、この丸ヤットコを使ってハート型にしていきます。真ん中を丸やっとこの先の部分で掴んで、ぐーっと曲げます。そしたら今回はあえてこう手でハートを作っていきます。丸やっとこを使ってしまうと綺麗なハート型になってしまうので、今回は手を使って自然なハートを作っていきたいと思います。感じで形ができたら、ここの部分をカットしていきます。これでちょっと形を整えます。一番下の部分はこんな感じで逆さ向きのハート型ができました。今度はこの真ん中の2枚を作っていきます。真ん中の花びらも同じように少しワイヤーに動きをつけて歪ませます。これあんまり歪ませすぎてしまうと、後でワイヤーをマスキングテープに貼るときにちょっとこう貼り付けづらくなってしまうので、ちょっとやりすぎ注意です。こんな感じで歪んだら、今回はもう手で丸く正していくだけです。こんな感じでもいいんですけど、もう少し歪ませたいなっていう場合は、丸やっとこう使って少し掴んで、ちょっと動きをつけます。同じ要領でもう1枚作ります。こんな感じで2枚作れました。あとはこのクロスの部分をカットします。こんな感じでこの横の部分の花びらができました。あとこれよりも少し若干気持ち大きめの花びらを2枚作ります。これは全く作り方同じように作っていきます。こんな感じで一番上2つの花びらができました。で、この形を作る上でのポイントなんですけど、このワイヤーのつなぎ目の部分がしっかりとこうくっついていることが大事です。これがずれて隙間があったりすると、マステに貼った時にここからレジンがこう流れ出てしまうので、それを防ぐためにしっかりとくっつけておきます。あとは横から見た時にこう真っ平らになっている状態がベストです。これはまだちょっとこう歪んで曲がっているので、この歪みを直します。ちょっとの歪みだったらマスキングテープでもしっかりとこう貼れるかなと思うんですけど、あんまり歪みすぎてしまうとまたそこからレジンが漏れてしまうので、それもちょっと注意です。こんな感じで今回は貼っていきたいと思います。ワイヤーがマスキングテープに貼れたら、このマスキングテープとクリアファイルの間にこう指を入れて、ワイヤーとマスキングテープをしっかりとくっつけます。
というわけで今回はパンジーのピアスを作ってみました。今回この金具部分はこのワイヤーとワイヤーの隙間にピンバイアスで穴を開けて丸カンを入れてこの揺れるピアスの金具をくっつけました。なのでこんな風に揺れます。最初はこういった耳にフィットするタイプの特にこう揺れはしない金具をつけたかったんですけど、これを一回こう後ろに当てた時に結構この緩みがスケルトンなので金具がバッチリ見えてしまったのでちょっとなぁと思ったので今回はこんな形で仕上げてみました。今回はできるだけリアルなお花の色味を表現したかったので上2枚は濃い紫でこの下は薄いパステル系の紫を作ってみました。なおかつこの下のハートの花びらは真ん中部分に黄色を入れて、そしてこの真ん中の2枚はこの中央部分に白を着色したレジン液を流してちょっとこう色味のグラデーションのようなものができればいいなと思ってこんな色味にしてみました。本物のパンジーも紫系だったりブルー系、あとちょっとこう赤っぽいものや黄色っぽいもの、いろんな色味があるので本物の写真のお花なんか見ながら自分で着色してもいいかなと思います。今回のこのパンジーのピアス、もし少しでも可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。